Do you have a 前に置く What's poppin'? How you guys doing? セケです。みちゃんです。今回は、Do プラス動詞の形をやっていきます。Do プラス動詞、Do が入ってるの動詞も入るの、そう。ちょっとこれ分かれへんわ。やっていきます。はい、Let's get this started! これでも Do と、動詞、まあ、要は文法無視みたいな感じでしょ。あ、まあ確かに。Do も動詞だし。これでも学校で俺習ってへん感じなんやけど。そう、習わない、多分どうなんすかね皆さん、僕の世代は多分習ったか、ちょっと俺も勉強してなかったからちょっと分からへんねんけど、そうなんだ、もしちょっと学校で習ってたら教えてください、俺の記憶がちょっと間違ってるかもしれないから。廃れちゃった、廃れてる。これ絶対ね、今回知ってほしいんだけど、なんでかっていうと、ネイティブとめっちゃ使うフレーズだから。めっちゃ使うんや。そう、これ聞いたことないで俺1年間台湾を。それは本当に本当に聞いたことない。まあアメリカは行ってないって、ネイティブね会うのはもうみっちゃんぐらいだから、あ、みっちゃんの口からも聞いたかな。まあちょっと言ってるんやろな。めっちゃ言ってます。はい、ちょっとじゃあ教えて。 OK、です。でこれなんでもう Do を動詞のところに入れちゃうかっていうと、本当のことを強調するためなんです。本当のことを、そう、何かの動詞の前に Do を置いて強調みたいな。そうそう、本当にその動詞のことをしたよみたいな感じ。まあなんかぽいなイメージ的に。そうそうそう。え、まあでもそれだけはちょっと分からへんねんけど、そうだね、ちょっと使い方みたいなったら、使い方としてはまあ一つなんだけど。あ、そうなの、簡単やん。簡単、めっちゃ簡単、ただまあ分かりやすいようにちょっとシチュエーションを大きく2つに分けました。あ、2つに分けた、だから覚えやすいと思います。オッケー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 。一つ目の使い方は誰かの間違いを訂正する。おお、さっきの本当のことを言うみたいなとつながりで、まさにそう、間違いをした時に本当のことを言いますみたいな。 Yes, exactly、 はいはいはい、はい、そう、だから誰か、まあ、相手話してる相手でもいいし、他の人が、まあ、本当のこと事実とは違うことを言ってきたりとか、勘違いをしちゃってる時、いやいや本当のことはこれですよっていうふうに使います。あ、そうなんや、なんか文章とかある？あります。じゃ例えば正規が剣に対してまた剣架空のね、架空の剣に対して、みっちゃん昨日の夜飲み会行かなかったらしいよって言ってるとします。俺が剣に言ったと。そうそうそう、よくある文だよね。はい、みっちゃん didn't go to the 飲み会 last night って言って、私がでも実は行きました、本当は行ってたと。本当は行ってたから、はい、I did go、 いや行ったよ、行ってないと俺が言ったのに、それが間違いだから、間違いだから私は行ったよって。そう、I did go、 I did go。 簡単やん、めっちゃ簡単。使い方としてはもうそのパターン結構あるやん、間違いを言っちゃって、はいはいはい、それを否定するとき、その時ってそのやっぱり我々日本人側としては、そのいわゆる NO って使うやん。あ、ノノノノノノみたいな。あ、なるほどね。何？ I went there とか。あ、ノノノ、I went there とか言うねんけど、それは何？なんか違いがあるの？受け取る方とか、もしくは言う気持ちとして。ネイティブとして受け取るときは、もしノノノって言われたら、ノって否定だから、そもそも、あ、言ってないんだなっていうイメージが一瞬来ちゃう。あ、確かに。そっか。No, I didn't go。確かに。No, I went とか言えないから。はい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 。だから、まあ、ノノノノノっていうのは。ちょっと、こんがらがっちゃうってことね。そうそうそう、否定の時にあまりノノノって言わない方がいいかな。なるほどね、むやみにね。じゃあもう本当に今まで俺たちはノノノって使ってたと思うから、それを変えたらいいか。I did go、 I did go、 I did go、 そうそう、気づいたか分かんないけど、肯定文として使ってるよね、I did go、 はい、はい、これ否定文では使えないんです。あ、そうなん、逆のパターンやったら使われへんの？あいつ行ったんだよって言って、いやみっちゃんが、いや行かなかったよみたいな。そうだね、場合は使わへん、使えないね。その場合は普通に I didn't go、 I didn't go って言うんだ。不思議やね。そう、 I did didn't go とかね、ちょっと変だし。あ、そうなんや、じゃあ肯定の時かつそれを本当のこととしてこう、訂正した時、そうそうそう、だけ使える。一つ目の使い方としては、まあ一つ目としては、なるほどね、はいはいはい、いいね、いい感じだね。じゃあもう一個例文いきます。今度私がケンに話してます。またケンね、はい、正規があんまなんか恋愛にガツガツしてないので、おお、装飾系ね、装飾系なので、正規、はいはい、がじゃあ女の子に興味ないのかなと思ってる時のケンとの会話ね。おお、シチュエーションが複雑やな。はいはい、で、はい、私がじゃあケンに正規 doesn't like girls、 おお、正規女の子好きじゃないらしいよ、おお、そうって言います。でそれを聞いた正規が割り込んできて、I do like girls、あー今女の子好きだって、そう、 I love them って言う。I love them って言う、言うって何？まあ言いがちってこと？そう、で言うシーンってことね。そう、はいはい、ここぞとばかりね、ここぞとばかり、ここまで言われたらもう立ち上がれみたいな感じで。いやクラス内でね、女好きじゃないっていうの流れちゃったらね、まあまあそう、もうやっていかれへんから、好きなのにね、学生生活で。だからちょっと言ったってことね。そうそうです、そうです、はい、何説明しなあかんねんここまで。ということで、私が言った間違いを訂正してたね、本当のことを。まあそうだね、 I do like girls、 はい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 、もう分かりやすいね、まあ、これまた肯定文、肯定文です、肯定文ですよね、はい、はいはいはい。これちなみにその did とか do 出てたけど、はいはい、現在形の場合 do を使ったらいいし、やったよとかやったら did、 そう、まさにそう。だ過去形、現在形を2種類使えると。使います、これ忘れずに、はい、お願いします、はい、これ好きやね、これ
ちなみに、do と does も使います。まあそうか、忘れとった、うん、だ彼とか she とかね、yes. まあ清家っていう時も三人称だから、ね、does、 does、 これも間違えたらあかんね。はい、はい、2つ目の使い方は本当に、本当に、うん、こうシンプルだね。シンプル、もう最初のイメージ通りなんだけど、あることをこれ本当のことだよって強調するときに使う。じゃあなんか例文とかある、うん、じゃあみんなちょっとお気づきかもしれないけど、正規、はい、いつもこうなんか同じ服ばっか着てるじゃん、トレーナー。いやいや、まあおしゃれやけど、まあ可愛いけどね、うん、そうで、例えば視聴者の方が、うん、ちょっともっと服ないんですか、持ってないんですかみたいなこう、ね、声があったと思います。あー、よくあるね。そう、それに対して正規が、うん、I do have more clothes、うん、but they're all dirty。 どういうことって言います。どういうこと？これは、うん、いや僕持ってます、本当に服もっと持ってるんですけど、全部今汚い、汚れてる。大丈夫？誰が洗ってないや。誰がほったらかしや、誰がカゴに入れっぱなしや。カゴあるの、ちゃんと。カゴはある。ちょっとまだ洗えてない。いや、洗えてますよ。洗えてる、洗えてる。ただ少ないだけですか、ちょっと勘違いされた感じ。あ、なるほどね。服をちゃんと大事に、少ない服で、うん、この服といったら正規みたいな、あ、なるほど、ね、イメージ与えたい、逆にね。そう、明確なイメージがあるんで、ただ洗ってなくて服がたまりっぱなしってわけじゃないっていうの、ね、ないです、そうです、はい、ということです。なるほどね。これでもちょっと難しいねんけど、うん、実は持ってるって感じやろ。さっきの例で言うとコメントで持ってないって言われて、うんうんうん、実は持ってるみたいな。違う、違うの、違うの。だから英語で言うとその actually とか actually the truth is みたいな、真実は僕は持ってるんですよみたいなと、違う？違うんです。え？何が違うの？なんかさ、actually、まあ、真実はとか実はってさ、使い方的には皆さんそう思ってますよね、でも本当は持ってますよっていう、こう一旦こう反対意見を受け入れてからの逆のことを言ってるじゃん。はいはいはい。でも do の場合は違くて、本当に、本当はじゃなくて本当にだから、イメージとしてはその、だから持ってるって言ってるじゃん、本当に持ってるんだよっていう反対意見をなんか受け入れてからじゃなくて、とにかくいや持ってるって言い続けてるじゃんみたいな。なるほどね。本当に。あ、じゃあこの場合で言うと、俺がその今までの動画で、うん、その持ってないって言われてて、いや持ってる持ってるって言い続けてのこれ、うんうんうん、これの場合は do だし、うん、持ってないっていうコメントがあって、それにも何も答えてなかったりとか、うんうん、なんかこうふんふんってしてて実は持ってるんですみたいな時は the truth is みたいな。まあそうだね、そうそうそう、そのちょっとニュアンスが違うってこと、ね、ニュアンスが違う、そう、意外と持ってるんだよみたいな時は実はね。はいはいはい。今まで規定してたものをさらに、いや本当にみたいな、うんうん、っていう時にもさ使える。まあだってこうイメージとしてはさ、もう do プラス動詞で、動詞でこう普通に言ってるじゃん、うんうんうん、持ってますって、はい、それにさらに強調かけてるから、持ってるよみたいな。なるほどね、っていう感じ。はいはい。でもなんとなくイメージできてる。うん、オッケーオッケーオッケー、うん、イメージ本当なんですみたいな。そう、本当なんです、本当なんですみたいな感じで、なんか要は無実ですみたいな。あ、まあまあまあ、まあ、とか税納めてますみたいな。ちょっとシビアやのなんか税納めてねみたいな、芸能人言われてて、いや納めてるよ、そう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 、毎回言ってるけどみたいな。ここでさ、実は納めてるんですって言ったらなんかさ、ちょっと気持ち悪いもん、ちょっとやばいやん、なんかこいつ妙に冷静やなみたいな。、うん、そこの違いです。なるほどね。そうなるとこの例えば really とか really、 うん、あ、まあ really かな、本当にって意味もあるよ、うんうんうん、これと似てる感じがすんねんけど。あー、 really と do、 確かに、うん、似てるね、その使い方では。なんか違う、違いは全然違って、お、 really は程度、うん、どれくらいすごいかとか、どれくらい大きいかとか、度合いを示すんだよね、はい、はい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 、 really big とか、はいはい、あはいはい、 do はもう度合いじゃなくて、もう yes or no みたいな、お、それが本当に起こったか起こってないか、やったかやってないか、あ、やったよみたいな。なるほどね、本当にのその意味が違うってことか。あ、そう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 、そのレアリーは歌詞で言うとの I really 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 like you みたいな。あれやん、いやなんかその like をそのマジで好きみたいな、本当に好きみたいな、その別に否定されてもないけど、その好きというレベルを上げてる、レベル数どんどん上げてる、補強剤みたいな、はいはいはい、増強剤かっていう、その本当に、yes. で、do っていうのはさっきの説明した通り、何か否定されたことに対して、いやいやいや本当に好きなんですみたいな。だから例えばじゃあ do の方はさっきも言った通り、その例えば相手の人に私のこと好きじゃないでしょってずっと言われてて、いや好き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 やってこう溜まった時に、いや本当に好きなんだみたいな、否定されたことをこの強調してこの事実をこう言いつけるみたいな、そうそうそう、 I do like you っていう、その同じ日本語だけど全然違う、違うね、日本語の落としはなかった、これ難しいな、これで分かったのかな、分かったと思います、はい、はい、ちなみに最後一文だけ言うと、あ、オッケーオッケー、じゃあ分かりやすいんでいきます、はい、お、はい、じゃあ、うん、正規が全然飲み会に来てくれないキャラだとします、おおおお、全然来ないよね、いるね、いるよね、サークルとかでも、うん、私も行かない方なんだけど、あ、そうなんや、はい、
で、うん、そういうキャラで、うん、セイキは行かないよねって話を他の人と私が知ってます。そこで言います。 When Seiki does come、うん、he usually doesn't have money with him。 え？どういうこと？これは、うん、セイキが実際にでも飲み会来るときは大体、お金持ってこないでくる。あーなるほどね。要はいつも来てないけどもたまに来るときは来るんやけどお金持ってきてない。そうそうそう、最低なやつやな、これ。最低のやつ。多分自分の金なくなったから職を探しに来たみたいな。一番いらんやんっていうサークルで一番いらんやつやん。はいはい、っていう感じでね、うん、まあさっきの説明通りやな、うん、そうです。うん、多分これで分かったと思います。はい、ここで問題。お、今から言う日本語文の英文をコメント欄までください。正規は本当に自分の部屋を片付けます、うん、片付けてないと思われてる、もしかしたら。かもしれない。なるほど。待ってます。この動画でわからないことあればコメント欄までお待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。Alright, that's it for today. Thank you for watching our video. We do appreciate it. We'll see you tomorrow. Bye, bye for now. って言った。言った。骨骨しい私。行こう。